稲田大臣の自衛隊としてお願い発言、火消しに急ぐ政府自民。稲田防衛大臣が東京都議会議員選挙に立候補している自民党候補者の集会で法律違反の疑いがある発言をした問題、波紋を広げています。稲田さんは発言撤回しましたが、野党は稲田氏の罷免を要求するなど攻勢を強めています。政府自民党、昨日野党の罷免要求を拒否、そして火消しを急ぎました。これに対して民進党など野党4党、安倍総理の任命責任を厳しく追及する方針を確認しています。地域政党都民ファーストの会代表の小池都知事も稲田氏の批判の輪に加わっていまして、都議選の結果を左右しかねない情勢になってきています。稲田防衛大臣、おととい東京板橋区で開かれた都議選の集会で、防衛省、自衛隊、防衛大臣、そして、自民党としてもお願いしたいと訴えたんですね。自衛隊を政治利用するもので、行政の中立性、これを逸脱したと受け取られる可能性があるというふうに指摘されているわけなんですけれども、幕崎さん、改めていかがでしょうか。本当に自衛隊という、国家公務員というのは基本的に政治的に中立を保つということですから、はい、自衛隊としてお願いするということは、法律的に大きな問題を抱えていると思います。はい、これただでさえその自衛隊法というのは隊員の政治的行為を制限してますからね。そうですね、ですから、その、稲田大臣の発言というのは、言ってしまえばですね、取り方によっては防衛省も自衛隊 もう組織挙げて候補者支援してますみたいな、そういうふうに取られかねないということですからね。そうなってくると法に触れるという恐れも出てくるわけで、特にね、この板橋区は隣に、はい、練馬駐屯地っていうのがありまして、はい、自衛隊員が比較的住んでいそうなところですから、はい、そういう意味では場所的にもね、問題ある地域ですよね。はい、ちなみに自衛隊法というものはですね、自衛隊員が選挙権の行使以外に政治的行為をすることを禁じてます。例えば集会場所の近くには、先ほど今天崎さんおっしゃったみたいに駐屯地ありますし、大臣自ら隊員に対して法律違反となる行為を呼びかけたとも受け取られかねないということ、あと稲田大臣、防衛大臣とも言ってるんですよね。ですから公務員が地位を利用して特定の候補者を応援する行為というのは公職選挙法にも抵触する恐れがあるんだということですね。菅官房長官、昨日の記者会見で安倍総理から稲田大臣続投の意向が示されたことを説明しています。菅官房長官もしっかり説明責任を果たし、今後も誠実に職務に当たってもらいたいと述べて、辞任は必要ないとの認識を示しています。この安倍総理の任命責任ですとか辞任の必要性なんですが、馬渕さん、このあたりいかがですか。稲田大臣、これまでもなんとなくしっかり説明責任を果たして職務に全うするということ、はい、何回か聞いたようなことがあるような気がしますね。はい、そうですね。ですから中にはですね、菅官房長官は今後も誠実に職務に当たってもらいたいといったところ、今後はにした方がいいんじゃないかと、ねいう厳しい指摘もあるくらいなんですよね。今孫崎さんがおっしゃったその、過去のというかね、はい、そうですね、以前にもそういう問題がありましたから。資質となると稲田大臣、この防衛大臣の資質はどうなんでしょうか。いや、びっくりするのはね、はい、要するに今の安倍首相が辞めた時の、はい、総理候補になるかもしれないというね、触れ込みで稲田さんが おいでになったんですけれども、はい、どうもそんな方ではなさそうですね。だいぶ表情も疲れてきてる感じがしますよね。さて、稲田大臣、その大臣としての資質が問われている中ですね、もう少しこの視野を広げてみると、国会議員の問題行動っていうのもいくつも今出てきてます。ご存知、豊田真由子議員は元秘書の男性に対してこのハゲーとですね、激しく罵るなど暴言、そして暴行が明るみとなって自民党を離党しています。あと民進党の後藤祐一議員はですね、今年2月自衛隊の日報問題を説明するため訪れた防衛省の女性官僚に声を荒げて、上司に言ってお前の人事評価を下げてやると、こういう暴言を吐いてるんですね。このパワハラ謝罪をしています。これ民進党のだから、議員もこういうことやってるということなんですよね。あと夫宮崎健介元代議士の不倫相
騒動があったものの離婚の危機乗り越えてですね、去年より総務大臣政務官として活動している自民党の金子恵美議員はですね、公用車で自分の子を保育園に送っていたという、まあこれもその私的使用疑惑ですよね、これが浮上してきています。まあ次々とこういうふうに出てくる議員の問題行動なんですが、まあ宇崎さん、改めてこの国会議員の資質ですよね、これどういうことをお考えですか？難しいですね。まあ本当にね、そんなに素晴らしい人が国会議員になってるとは私は思ってませんけど、はい、あ、そう、元から元からどうですか、孫之さん、元外務省にいらっしゃいました。そしてそのやはり政治家ともお付き合いがあったわけですよね、はい、お仕事上ですよ。ダメだなという人もやっぱり中にはいたんですか？まあ特にね、海外に来るとね、はい、行動がちょっと乱脈的ですからね。はい、はい、あ、国内ではしっかりしてる人でも海外では、海外に行くとね、気が緩んで、特に、パワハラみたいなのがいっぱいありそうだ。ああ、そうですか、ね、まあ、これをね、誰かの名言、人間だものでこれで解決はできないわけですよね。まあ、様々なその暴言で知られる自民党の大西秀夫議員はですね、先月がん患者は働かなくていいと言い放って、3年前には上西さゆり議員に向かって、まず自分が早く結婚して子供を産まないとダメだぞ、まあ、セクハラヤジを飛ばしたりもしております。まあ、今は国会議員のこの言動というのをご紹介しましたけれども、今度の日曜日に行われる都議会議員選挙、はい、まあ、こちらの方々も立派な議員さんでいらっしゃるわけですからね、はい、このその議員になるべく今必死にこの一票を投じてくださいとお願いしている立場の方々、まあ、でも逆に言えば有識者もですね、有権者、失礼、有権者も私たちも、だから非常に問題なのはやっぱり一人区になったもんですからね、はい、個人の資質を見るよりは政党でもって投票するというところが出てきたから、個人個人に対するチェックがね、はい、小選挙区制はどうしても厳しくないですよね。あ、なるほど、だからそのね、一区で一人となってきてますからね、はい、そうするとその他で当選してきてる人もいるわけですもんね、ね、政党へ投票で、なるほど、個人にへの投票じゃない、はい、ないから、そうすると、そうか、なんとかと、そうですね、で選ぶから、はい。